片場大爆発くん、あのね、どんなに悲しいことがあっても元気があれば何でもできるんだよ。君に元気はあるかい？今はないね。だから私が元気を注入してあげるよ。いくぞ、1、2、3、ダーン。はい、Just like TV、 気づかないふり、やめて Let you be my baby ですけど、優しい嘘な、本当にオファーが来ちゃって、なんと、じゃあ実はデモあるんですけどって、でそこからこう小説、お遊びの最新曲アイドルのお菓子にちなみ、お互いの天才的だと思う部分をイラストで発表していただきます。アイドルさんね、絵が上手なんですよね。あんま言わないですよ。自信ないな。では林さん、いくらは天才的なニコニコ様です。ニコニコ様。かわいい。今の髪型で描きました。確かに、やっぱ上手だ、はい、なかなか朝から晩までって人も多いんですけど、ずっと笑顔だぞ。で、絶対本人的には大変なんですよ。もちろん黙って携帯いじってたい時の方が多いと思うんですけど、大夜中のこう作業中とかでも急に踊り出したりとかするんで、そういう姿に、ちょっといくらちゃん元気だねとかって言ってる感じで、でも僕らもやっぱりそれを活力にしたくさんあるんで、ちょっと天才的なニコニコ一ついただいてもよろしいですか。ありがとうございます。どんな作品？何作品？Hi, we are YOASOBI. Yeah. My name is Ayase. My name is Ikura. You are watching Character Media. どういうあれなんだろう、これ。これは日本人には伝わらないユーモアだったね。さっき の, あのコメントに追加なんですけど、多分この方は日本語を覚えて歌詞として、その日本語意味分かってるかはよく分からないですけど、聞いて覚えて歌ってくださってるじゃないですか、でそういう風に私たちのこのアイドルって曲は全部日本語の詩なんですけど、それを聞いて歌ってくれてるっていうことがすごいことだなって、日本語詞がこれだけ世界中の人に耳に残って歌ってくれてるっていう、こうやっていろんな風にあの動画を撮って楽しんでくれてる。これ同じ方なのかな。さっきの人と一緒だろうね、多分ね。なのかな、わかんない、こういうフォーマットがあるのかな、あそうかもね、こっちは夜にかけるのですね、嬉しいですね。仲間内でこう楽しくふざけられるもののコンテンツになってるけども、また新しい楽しみ方で嬉しいです。積み込んでくれる私の弱いところ知ってるみたいに隣にいて、が来たりとかして、私もさらけ出しても振り切ろうと思って、はい、もうここにいくらはいないって、はい、アイドルだって思って、すごい消えてたひとひらの恋の結末は落ちていくような心地がしたのは、目と目が合った時でした、ほんの一瞬のこと、きっと困らせちゃうばかりな頭を綴る上で意識したことは、でもやっぱり楽曲に多いのが多彩な歌、楽曲も末永く愛していただけたらとても嬉しい。